阪神育成選手時代、藤井博正は、兵庫県高砂市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。プロでは、育成選手であった。小学校5年生の時に野球を始めると、高砂市立鹿島中学校時代は、鹿島クラブに所属して、遊撃主兼三類種としてプレー。兵庫県立加古川北高等学校への進学後は、 下級生の頃からクリーンアップを任されると、3年時には、3番、遊撃手として、第90回全国高等学校野球選手権、記念大会の全国大会に、西兵庫代表で出場した。加古川市内の高校の公式野球部が、阪神甲子園球場の全国大会に、出場したのは、春夏を通じてもこの時が初めてだった。 2008年の NPB 育成ドラフト会議で、甲子園球場を本拠地とする阪神タイガースから3巡目で、指名。育成選手としての契約ながら、加古川北高校出身者としては、初めてのプロ野球選手になった。2009年には、ウエスタンリーグ公式戦球試合の出場で打率。200を記録。 翌2010年には、出場試合数を38試合に伸ばしたが、打率、152、2打点という成績に終わった。2011年には、ウエスタンリーグ公式戦77試合に出場。打率、304、2本塁打、16打点を記録。遊撃手としては、チームで最も多く起用された。この年で、 育成選手としての在籍期間が3年に達したことから育成選手に関する NPB の規約に沿って11月7日に NPB から自由契約選手として講じ11月25日に育成選手としての再契約に至った2012年には新人の西田直人が2軍の声優劇種に定着した 関係で、ウエスタンリーグ公式戦では主に二類種や三類種として、起用。59試合の出場で、打率19。1934打点という成績を残した。シーズン終了後には、上記の規約による、自由契約選手の工事を経て、11月13日に、育成選手として、再び契約した。2013年には、 ウエスタンリーグ公式戦25試合に出場したが、打率。211、2打点という成績でシーズンを終了。2軍の声優劇手に、北条文也、生治竜医手に、西田直人が起用されたことから、プロ入り後初めて一流医手としての出場も経験した。入団以来支配下登録選手への移行や一、軍公式戦への出場に至らないまま、10月1日に、 球団から戦力外を通告。10月31日に NPB から自由契約選手として講示された。阪神からの戦力外通告後に第1回12球団合同トライアウトへ参加したが NPB た球団から獲得のオファーを受けるまでに至らなかったため2014年4月1日付でカナフレックスコーポレーションへ正社員として入社。 同社の滋賀工場へ勤務する傍ら、この年から社会人野球に参加した、公式野球部の副首相を務めている。創部2年目の2015年には、第41回社会人野球日本選手権大会へ出場。2016年の第87回都市対抗野球大会では、チームが、 近畿一時予選で敗退したにもかかわらず、三菱重工神戸、高砂の補強選手として、全国大会に出場した。その後、現役を引退。2018年現在は、カナフレックスでコーチを務める。高校時代に対外試合で、通算33本塁打を放ったほどの長打力と、遠投100メートルの強権を備える。高校時代には、 足腰を鍛えるために自宅から片道1時間かけて自転車で通学していた。内野手として主に遊撃を守っているが、阪神時代には上スタンディング公式戦で内野全ポジションの守備を経験した。2011年よりチームに藤井明人が加入し、スコアボードは藤井博士表記となったが、明人は藤井の表記だった。ありがとうございます。